はい、本日もですね、コメントの方をご紹介させていただきます。平泳ぎの手の飼い方のコツはありますかということなんですが、これはですね、動画のところで平泳ぎの手の広さのところにいましたが、小さくならないようにしっかりと手を広くね、してあげて、そして広く変えてあげて、こう脇を締めてあげるという形を作ってあげるといいと思います。小さくなるとどうしてもこの脇を締めるときに止まってしまうので、できるだけ思ってるよりも手を広くしてあげるといいかなと思いますので、ぜひやってみてください。